どうもアナスです、今回ですけども、はい、私たちね動画撮影いろいろやってますけれども、はい、まあ、視聴者様からね嬉しいコメント、はい、辛辣なコメント、はい、まあ、いっぱいいただきますけれども、はい、最近ですね、動画の視聴回数も伸びるにつれ、はい、ちょっとずつね厳しいコメントが増えてきました、はい、その中で特にね僕の目に留まったのが、はい、僕にクラブを勧めてくる方がいらっしゃいます、はい、それがこちらです、はい、厳しいじゃないでしょ、ありがたいアドバイス、ありがたいよね、まあ、アドバイスですから、ありがたいです、うん、僕がね買ったドライバーを見てこれ違うと、僕はあなたはこれじゃなくて、はい、こっちの方おすすめですよ、はいはい、と言ってくれるありがたい意見、はいはい、いただきました、はい、今回はそれを試してみて、はいはいはい、それはですね、まあ、今コメント欄にも出しましたけども、はいはい、こちらゼッシオのドライバー、はい、でしかもシャフトまでね、はい、10.5 ね、そう、はい、10.5 シャフトまでしっかりしていただきました、はい、R、はい、ゼッシオの R で十分だからと、十分なんか、ね、それちょっと言い方はちょっとあんまり良くないよね、だってゼッシオの R 十分って言い方ちょっとね、うん、合うんじゃないですかだよね、うん、そうだね、まあでもなんかすごい上から ね上から言ってくれる方なんですか、ゼクシオディスるのもまた違うから、ね、確かにそれ私はディスっていいんだけどゼクシオはダメですよ、まあそのなんかさやっぱゴルフなんかヘッドスピード遅い人にゼクシオを勧めるあるあるみたいなとこあるね、はいはいはい、業界的にさ、はい、おじいちゃんクラブってやっぱ印象は若干あるじゃん、はいはい、そうだからまあちょっとそういう皮肉もね交えるユーモアのある方なんじゃないかな、でもね、体型的にはもうおじいちゃんだから叱られてるからですまあ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 否定はしない、多分ね今使ってるのがこの前買ったのが、はい、DSR2 ね、で NX のグリーン 50SR、 別にあれだよね、 DSR でもそんなに、うん、なんて言うの、前のステルスプラスの方がさよっぽどふざけんなプラスの方が、そういうコメント来るのは当たり前なんだけど、2ってマックス系でしょ、ちょっと控えめだよね、しかも SR にしたから、しかも SR で全然なんか俺そこまで言われると思ったんだけど、まあまあ合ってるよって言ってくれる多分フィッターの方かもしれないから、はい、俺のスイングを見てアドバイスしてくれてるかもしれないからね、あとね、指導する前に練習しろっていうコメントもありましたけど、あ、まあ、その辺はまあ置いていってじゃあ今日ちょっとその2つ試してみて比べてみて、良、うん、ければ買います、もし自分のドライバーの方が飛んだら謝ってもらおうか、はい、そうですね、コメントください、はいはい、ということでちゃんとチェックしてますから、ね、全てのコメントにね回答してますんで、はい、じゃあ自分のドライバーから、はい、いいですか、はい、どうぞどうぞ、どちらもしっかりマンブリでいきますんで、はい、で今日もガーミン、はい、R10 ですね、これはレンジボール補正ができないので 10% ぐらいプラスアルファ、そうっすね、してもらえるとありがたいです、はい、なんだろうな、やっぱ打率とかも見てんのかな、いややっぱ飛びじゃないの、飛びだけだって、うん、そうだよね、ヘッドスピードとか見てんのかな、ありがたいね、いきます、はい、ちょっと今のは下目ですけどどうでしょう、距離的にはまあまあ193ヤードです、はいはいはい、えそれ総合でだから、うん、220弱、そうか、イメージ、あれなんかちょっとね一つ悩みも悩みも出てきたんだけど、上がりません、下目に当たるんだよね、190ヤードです、下目に当たっちゃうな、お、これは素晴らしいよ、これ飛んだんじゃない、お、斜めに当たった、お、斜め218、じゃあキャリーは合計距離ですって、めっちゃ嬉しそうな顔してます、いや斜めに当たるって相当珍しいからねで今日ね、珍しく無風でちょっと暖かくなってきました、確かに条件はいいね、うん、ちょっと下目かな、これもまたいいですね、ワンバンで197、はい、その辺にしといたら、え、もうちょっと打つ、もうちょっと打つか、ちょっとまだミートしてないっす
これだよね、俺といえば。力入ってますよ。よいしょ。これあの先に言っとくけど、ノーカットでいきますんで。ノーカットで、わかりました。ほんとガチンコ対決だ。オッケー。結構振ってるよ。うん、211。はい。これはいいんじゃないか。うわ、一番奥直207。ちょっとこの感じでいこう。はい、今のいい振りでしたから。よし、結構万振り。ヘッドスピードって何本なんですか？それ違いますよ。ヘッドスピードって何本ですか？ヘッドスピードの41か。まあ出てる方じゃないですか。はい、どうですか？つぶり、つぶりせず。釣り竿だよ、釣り竿。つぶりしましょう。釣り、うわ、長くない？なんか。お？なんか早く早く振れそう。長い。長い。長めかもね。長。うわ、よいしょ。え？ちょっと慣れが必要ですか。ちょっとね、柔らかい。わあ、すげえわ。すげえ、マジ ?172。今うまく当たったよ。うわ。うわ、上がるね。これすごい、ブレちゃう。194。あ、でもヘッドスピード42になった。そう。長いからかな。そうかもね。長さ比べてみてよ。長っ。これか。はい。どんなもん。おお、やっぱ。あ、でも半インチぐらい。いや、1インチぐらい。1インチぐらい大きい。うん。これ 45.5。 やっぱ長めにしてんだね。46とかあるのかな、うん。ただ上がるね、すごい。いや、ちょっとね、だからこれさすがにやっぱ老けるよね。老けてんだよ。吹き上がってるよね。うん。むずい、長いから、うん、むずいっす。はい、もうこれはね、あの勝負ありましたよ。ちょっともう一回打っていい？ちょっと捕まえる、頑張って、はい、これはこれで悔しいね、うまく打てないと。あ、無理だわ。シャフトが頼りない。185。もう何振っても同じだよ。どうですか。179です。はい、どうですか。皆さんに評価していただきましょうか。そうだね、コメントいただいて、どっちかちょっとコメントもらう。いや、あの、コフィはいいわ、やっぱり。あの、どう見てもつぶどう見てもこっちの方が良かったよね。まあ、その TSR2 がいいというのは、ゼクシオは無理です。そうだね、はい、ゼクシオの R シャフトは上にしか弾上がんなかったんですね。あれじゃあね、さすがに飛ばないでしょ。うん、ラウンド突き刺さっちゃうよ、多分。そうだね、ボンだよね。うん、ということで、まあ、確か R2 ちょっと高さ足りないかなって気はするんだけど。こっち、うん、うん、ゼクシオ上がりすぎ。そうだね、はい、ゼクシオはゼクシオ合 う人をね。そうだね、使ってください、うん。まあ俺には合わなかったってことで。合わないでしょ、さすがに。まあコメントは間違ってたってことで、はい、よろしいでしょうか。はい、二度と間違え、あの、うん、ね、二度と間違ったコメントしてくんなよと。ちゃんと考えてからコメントしてください、はい、っていうことで。でもみんな知りたかったかもしれない。まあそうだね、本当はゼクシオじゃねえのかこいつって。あ、まあ、どっかにあっても言えなかった可能性はあるよね。じゃあその方が代弁してくれて、はい、僕が試して結果が出たという、はい、動画で、はい、まあ、円満解決って感じでよろしいでしょうか。次ちょっとあのゼクシオ魔改造でここに鉛貼って、あ、重心浅くする。シャフトにも 20g ぐらいです。それはまあ面白いで、まあ、じゃあ今回はね、はい、アンサー動画って感じでした、はい、どうもありがとうございました。